シェールシャー、シェールシャー、ウルドゥーゴ、シェアシャハ、1486年から1545年5月22日は、スール朝の創始者、在位、1539年12月から1545年5月22日。一時期は、ムガル帝国を崩壊に追い込むほど圧倒し、今日のアフガニスタン、パキスタン、北、インドを支配する帝国を築いた。自らを、 チンのスルターン、蝶の王と称した、虎の王の名前も知られる。シェールハーンは、ビハール州のサーサーラームで生まれた、クエッタ方面から来たパシュトゥーン人の家系に出自を持つ。シェールハーンの家系は、ローディーサに雇われた探検家の一族であり、もともとはバルーチスターンからムルターンに近い地域に居住していたとされる。シェールハーンの父は、 ビファールのサーサーラームのジャーギー・レダールであったが、ビファールという土地柄か多くの征服者が支配した土地でもあった。シェール・ハーンは15歳の時に、自らの幸福を探すために、ジャウンプルへ旅立った。ジャウンプルでは、勉学に勤め、行政を司るのに必要なアラビア語やペルシャ語を習得した。シェール・ハーンの行政手腕が立派だったこともあり、間もなく、父親から、 自らのジャーギールの土地を運営するように命令されたが、ママ母との折り合いも悪かったこともあって、父の下を去り、今度は、ムガル皇帝、バーブルのいるビハールへ赴いた。1522年、ビハールを統治するバハールハーンに使えるようになり、バハールは、シェールの行政手腕に深い印象を受けた。後に、シェールは、バハールハーンの子供であるジャラールハーン家庭教師を務めるとともに、 ワキールと呼ばれる統治者にも任命された。シェール・ハーンの出世に対して嫉妬を抱く者も多く、その上、父から引き継いだジャギールも奪われてしまった。そこで、1527年4月から1528年6月の間、シェールはバーブルの軍に従軍した。しかし、すぐにバーブルの下を去り、ビハールへ帰り、ジャラールの家庭教師兼保護者を再び、 務めるようになった。ジャラールは幼かったので、ほどなくシェールがビファールの統治者となった。1531年、シェールはバーブルの後を継いだフマーユンからの独立を宣言した。シェールハーンの突然の独立はアフガン人やジャラールにとっては我慢のできないものであり、彼らはベンガルスルターンアサの王であるムハンマドシャーと同盟を結んだ。1534年、 キュール側でベンガル軍を破り、その後、シェールはベンガルへ侵攻した。その結果、ムハンマドシャーが統治していたベンガルは、セールの領域となった。1537年10月、セールは西ベンガルのを攻撃した。フマーユーンは、アフガン人の勢力が大きくなることを危惧し、12月には、チュナール、現在のウッタルプラデーシュ州にある都市をホーイスに至った。 しかし、シェールの軍隊は、6ヶ月の間、ガウル攻略に専念し、翌年の4月には成功した。1539年、フマーユーンの軍隊は、ベンガル地方への侵入を開始したが、シェールの軍隊は、ビハール地方、ジャウンプルを支配し、フマーユーンの侵入に対抗した。1539年のチャウサにおける、戦闘、1540年5月のカナウジの、戦により、 フマーユーンを圧倒したシェール、デリーとアーグラーを占領し、ついに王朝の創始に成功した。すでに五十四歳になっていた。フマーユーンは、アーグラーからラホール、シンドを経由して、ペルシャに逃亡する生活を余儀なくされ、北、インドでは、スール朝の派遣が確立した。即位したシェールは、フマーユーンに味方したパンジャーブ地方の豪族への攻撃を開始した。また、 1541年からロータスフォートの建設を開始した。ロータスフォートはベンガル地方とペシャーワルを結ぶ街道沿いの世界最大級の岩塩鉱山近くに中央アジアからの遊牧民族からの侵入を防ぐ目的で建設された。しばらくしてスール町はラージュプートの脅威を受けることとなった。ラージュプート王は ゲリー近郊数1 0 0トルまで軍隊を進めた。1544年、シェールは6万の軍勢を引き、4万の軍勢のマールデーブの軍隊に対して攻撃を仕掛けた。攻撃のある晩、シェールシャーからマールデーブの軍隊の駐在するキャンプに複数の手紙がもたらされた。その内容は、マールデーブの軍隊の複数の将軍が、 シェールの軍隊から武器を購入することを示唆した内容であり、このことによりマールデーブの軍隊は混乱状態に陥った。この出来事によって、マールデーブの下を去る兵士が続出し、マールデーブには2万の軍隊が残されていなかった。しかし、クンパワット、ジャイターットの2人の将軍はマールデーブのもとに残った。シェールはサメールの海戦で勝利を収めることに成功したが、 シェールの軍隊でも数名の将軍が命を失い、軍隊も大きな打撃を受けることとなった。シェールは、ベンガル、マールワーや、現在のマディアプラデーシュ州の都市、シンド地方、ムルターンに勢力を拡大していった。ラーアイセンを支配していたラージプルト族を攻撃した際には、工場戦に手間取り、義兄を用いることで工場に成功した。短い期間で、 スール町の領域は、西はインダス川流域から、東はベンガル地方にまで拡大した。ウッタルプラデーシュのカーリンジャルを攻撃した。この地で行為中の1545年5月、シェールは砲弾の暴発事故で死亡した。シェールの後は、息子のイスラームが継いだ。シェールの統治期間は5年間と短いものであったにも、かかわらず、 シェールは重要な行政改革を断行した。シェールの行政改革の内容は、後に、ムガル帝国第三代皇帝アクバルに引き継がれること、とった。シェールの行政改革の内容は、サルカールと呼ばれる州に、北、インドを分割した。47に分割されたサルカールは、さらに小さい行政単位である、パルガナと呼ばれる、行政単位に細分して、統治さた。 それぞれのパルガナーには行政、軍事、財務、司法を司る事務官が置かれ、司法面においてはペルシャ語とヒンディー語で処理されていった。これらの行政官は2内市3年で勤務地の移動が実施された。その理由は一つの土地に同じ行政官を勤務させることで、その土地に遅延を持つことを回避するためである。 シェールは経済面においても注意を払って取り組んだ。自由な貿易を妨げる税金に関してはすべて撤廃し、道路網の整備に不審した。主要な道路は4つあり、1つ目がとダッカを結ぶ道路、2つ目がブルハーアンプルとアーグラーを結ぶ道路、3つ目がアーグラーとラージャスターンのを結ぶ道路、4つ目がラホールとムルターンを結ぶ道路である。 今日のインドパキスタンの主要道路であるは、シェールの時代に建設されたものである。この道路網は、旅人のための宿屋や,や水を飲むための休憩場が設けられていた。シェールは、貨幣制度の改革も着手している。ルピアあるいは、ルピーと呼ばれる硬貨を発行し、ルピーは、チュルク人によって、世界各地に紹介された。そのため、現在のインド、ネパール、スリランカ、インドネシア、 モーリシャス、セイシェルといった国々の通貨は現在でもルピーあるいはルピアが用いられている。シェールは自らの勢力を維持するためにスパイをよく使用した。また犯罪に対しては厳格に対処し、親族であったとしても厳しく処罰した。シェールの1日は午前3時から始まり、常に真面目に政務を行ったという。 自らの軍隊が進軍中の都市や村で何らかの損害を起こした時には必ず弁償したと伝わっている。わずか5年の在位であるが、その在位中に行われた改革により、インドにおける最高の名訓とまで言われている。彼の死後、息子のイスラームは尊敬する父を弔うために、現在のインドのビハール州サーサーラームにあるシェールシャービョーを混流している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。